はい、ということで今日は高校の僕の高校の先輩とランナーしていきます。あの石川弘樹選手です。お願いします。あのなんとですね、伊勢原高校の、この2人先輩なんですけれども、天皇杯2の方です。お願いします。厚木市役所の大エースなんで、お願いします。あのランナーフォームとか本当にねお手本になるので皆さん真似してみてください。ということで今日はランナーやっていきます。エビ太郎チャンネル。使ってるラケットとポンド数だけいいですか、教えてもらって。ポンドですね。ブレーザーの。なんか来た、なんか来た。265g。ありがとうございます。なかなか今軽くて緩いストリングっていう流行りですからね。で、そうですね、石川先輩のラケットは、あ、G ですね。ジオブレイク 80G。あ、いいですね。これ僕使ってる選手なかなかあんま見ないですよね。ヨネックスの伊藤寛選手とか、がっつり光栄っていうイメージがある、ね、がっつり光栄です。がっつり光栄です。はできません。ポンド数は、ポンド数は26ポンドか27ポンドぐらい。あ、ちょっと緩くなりました、前より。そのこと、あ、だいぶ、やっぱみんなそうなんだ。そっか、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。Stop.
えぐい。頑張って。わかんな。ちょっと待って。出た。ショートボード。エリカのチャンネル。あらした。あした。なんか最後にランダのコツとかストロークのコツあれば教えてもらいたいんですけど。ためを作ること。おため。はい。はい。多分右足軸足にしっかり溜めて、はいはい、いやめっちゃ溜まってましたね。まあ、前に踏み込む。あんま確かに後ろ、あんまでも後ろ重心になってなかったですけど。うん、あじゃあ溜めを作ることを意識しているということ。あとは上半身はできるだけ力が入らないように、体のしなり、はい、しなりでボールを飛ばすように意識しています。あ、ありがとうございます。あ、はい、もう全く力まないですか？打つとき。いや多分。力むには力むんですけど、はい、あ力む時もある。力みすぎないように、はいはい、それが安定したコツなんだな。手に力が入らないように、はい、体全体を意識してやってます。今日はじゃあありがとうございました。ありがとうございました。皆さん参考にしてみてください。ありがとうございます。じゃあ石川ひろきチャンネルは概要欄の方に貼っておきます。すいません嘘です。いや連絡来てないよ。ちょっとせっかくなんで石川先輩の紹介。いや僕に任せてください。じゃあ紹介は剣王1位で剣王1位頼む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 。剣王1位だけにして。剣王1位より厚木1位の方が。あそうだね。厚大か。